皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、今週の、10月3日4日に行われる J リーグ第20節のスコア予想と、まあ毎度おなじみトト予想について紹介していきたいと思います。まあ今週もですね、水曜日日曜3試合ほど、J リーグがあったんですけど、まあ少なかったんでね、動画にしなかったんですけど、まあプラスね、今週はちょっと動画上げてなくて、まあ久しぶりの動画ということで、まあ張り切ってスコア予想とトト予想していくんで、最後までねご覧くれれば嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まず早速、J1 第20節の対戦表を紹介していきたいと思います。10月3日に行われる土曜日の試合ですねが、6試合です。コンサドーレ札幌対ベガルタ仙台、セレッソ大阪対川崎ロンターレ、横浜 FC 対柏レイソル、サムレッチェ広島対サガン鳥栖、ガンバ大阪対鹿島アントラーズ、大分トリニータ対清水エスパルス、翌日ですね、10月4日日曜日に行われる試合が、湘南ベルマーレ対 FC 東京、横浜フマリノス対ヴィッセル神戸、浦和レッズ対名古屋グランパスの試合になっています。まあ今節はですね、非常に見どころの多い試合も多いのかなと思います。まあ1位対2位の、直接対決のセレッソ大阪対川崎ロンターレだったり、まあ昇格組の対決の、横浜 FC 対柏レイソルなどが注目試合になってくると思います。はい、ということでまず早速ですね、1試合目からです。まあこちら土曜日の試合です。コンサドーレ札幌対ベガルタ仙台が2対1でコンサドーレ札幌の勝利予想とさせていただきました。まあどちらもね、順位見れば分かる通り、まあなかなか今年、波に乗り切れてない両チームですが、まあね、J リーグも折り返し地点に来たということで、まあこういうね、まあどちらかというと下位のチームの、直接対決で、どちらかがね勝つことによって、まあそれでね、また上位進出浮上に向けてねきっかけをつかめる一戦になると思いますので、まあ今回はねコンサドーレ札幌の2対1の勝利予想とさせていただきましたが、まあベガルタ仙台もねまだまだ、上位をね狙えるチームでもありますので、まあ両チームにね、この試合は頑張ってほしいなと思います。はい、ということで続いてです。セレッソ大阪対川崎ロンターレの試合です。こちらが1対3で川崎ロンターレの勝利予想とさせていただきました。まあセレッソ大阪対川崎ロンターレ、まあこちらはね、J1 第20節のまあ最重注目カードになってくるのかなと思います。まあ1位対2位ということでね、まあセレッソ大阪はちょっと足踏みしてしまってる部分もあって、まあ川崎ロンターレはずっとね、勝ち続けてるということで、まあこれ以上ね、勝ち点差は広げられない一戦なのですが、まあ、川崎ロンターレはね、まあ、この折り返し、一応ね、半分の時点ではね、1位で折り返ししましたので、まあ、一応データによると1位で折り返したチームは、まだね、優勝したことがない、ここ数年のデータが残っていますので、川崎ロンターレには、それをね、打ち破るように頑張ってほしいなと思います。はい、ということで続いて第3試合目ですね、横浜 FC 対柏レイソルです。こちらが2対3で柏レイソルの勝利予想とさせていただきました。まあこちらもね、面白い試合になるのかなと思います。昇格組の、対戦ということで。まあどちらもね、非常に今、今年ね、昇格組、初年度ながらね、8位と13位ということで、まあ、ぼちぼちね、結果も出ているところでもありますし、まあ横浜 FC はしっかりと点も取れている、柏レイソルはオルンガ選手中心にね、価値を積み上げられているということで、ね、まあこちらも乱打戦を、予想しましたので、注目して見ていきたいと思います。はい、ということで続いての試合です。サンフレッチェ広島対サガン鳥栖です。こちらですね、2対1でサンフレッチェ広島の勝利予想とさせていただきました。まあこちらもね、順位を見ていただけたら分かると11位と14位ということで、まあ下位でもなく上位でもなく、まあ未だ、注意でね、ここからの頑張り次第ではね、まだまだ上位を狙えるチームでもありますし、まあサガン鳥栖もね、前節水曜日一応試合があったんですかねというところで、まあ引き分けに追ってしまいましたが、まあここでね連戦ということですが頑張ってほしいなと思いますし、サンフレッチェ広島ではね、久しぶりの勝利を、届けてほしいなと思います。はい、ということで続いてです。まあこちらもね注目試合になるのかなと思います。ガンバ大阪対鹿島アントラーズです。こちらも2対3で、鹿島アントラーズの勝利予想とさせていただきました。こちらも6位と7位ということで、まあガンバ大阪対鹿島アントラーズの試合はね面白い試合になると思いますし、まあガンバ大阪で言うと、まあ後ほど後日ね、数日に挙げると思うんですが、遠藤康人選手がジュビロ磐田に期限付き移籍ということもあって、まあボランチの枠でね山本選手が、今こう奮闘しているということもありますし、まあ鹿島アントラーズはね、ここ数試合非常に調子がいいと思いますので注目して見ていきたいと思います。はい、ということで大分トリニータ対清水エスパルスです。こちらの試合はですね2対1で大分トリニータの勝利予想とさせていただきました。まあ、清水エスパルスは、まだね、波に乗り切れたようなところもありますし、まあ、岡崎選手が期限付きのレンタルからね、FC東京に復帰したということもあって、まあ、さらに守備陣のところでね、手薄になってしまっている状況もありますし、まあ、大分トリニータで言うとね、まあ、
変わらずね、片野坂サッカーを、やり続けてね、この12位というところもありますので、頑張ってほしいなと思います。はい、ということで続いてで、湘南ベルマーレ対 FC 東京です。こちらですね、0対2で、FC 東京の勝利予想とさせていただきました。まあ、こちらね、順位を見たらわかる通りなんですけど、まあ、非常に対照的なチームになると思います。まあ、FC 東京は優勝に向けて頑張ってほしいなと思いますし、まあ、湘南ベルマーレは今年降格がないものね、まあ、来年に向けて、チーム作りをしなければならない年でもありますし、まあ、一つでもね、順位を、上げていくっていうのはね、両者どちらも落とせない一戦になると思いますので、こちらもね、注目して見ていただければいいのかなと思います。はい、ということで続いてです。横浜 F マリノス対ヴィッセル神戸です。こちらがね、1対3でヴィッセル神戸の勝利予想とさせていただきました。横浜 F マリノスが4位ということで、ヴィッセル神戸は10位ですが、まあ、ヴィッセル神戸はね、フィン監督が退任ですか、変わってから、まあ、三浦監督になって、非常にいいサッカーもできていますし、まあ、生まれ変わったようなね、結果もついてきてるというところもありますので、まあ、このね、上位陣の横浜 F マリノスを食うのではないかとね、個人的に予想させていただきまして、今回はね、1対3でヴィッセル神戸のね、勝利予想とさせていただきました。はい、ということで続いての試合です。浦和レッズ対名古屋グランパスです。こちらは1対3で名古屋グランパスの勝利予想とさせていただきました。まあ、浦和レッズはね、未だっていうか、いまいちね、波に乗り切れてない部分もありますし、まあ、ここでね、上位陣の名古屋グランパスを、食ってかかることで、またね、もう一つ順位のね、順位を、上の順位を狙っていけると思いますし、まあ、名古屋グランパスは、まあ、ここからね、ACL を狙っていく上でも、優勝を狙っていく上でも、落とせない試合が毎試合続くと思いますので、まあ、ここね、注目試合になっていくと思いますので、注目してみていきたいと思います。はい、ということで、今回もね、トト予想をしていきたいと思います。まあ、今回もミニトト A グループですね、コンサドーレ札幌対ベガルタ仙台の試合はどちらか、両者の勝ちを予想させていただきました。セレッソ大阪対、カズギョルンタレはどちらかの勝ちを予想させていただきました。サンフレッチェ広島対サガン鳥栖は広島の勝ち。湘南ベルマーレ対FC東京は FC東京の勝ち。浦和レッズ対名古屋グランパスの試合は名古屋グランパスの勝ちということで。今回はね、このような予想させていただきまして。まあ、合計で400円ですか、かけさせていただきました。ということでね。前々節の試合で、初めて今年に当てることができましたし。まあ、ここからね、またまた当てていきたいなと思いますし、まあ、前節ですね、ミニトトの A グループが、まあ、いろんな大波乱などもあり、まあ、2万円超えをね、配当額も出ましたので、まあ、今節もね、注目してみていきたい試合もね、たくさんありますし、まあ、浦和対名古屋だったりっていうのはちょっと賭けの難しい試合になりましたが、今回はね、このような形でさせていただきました。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、今週ね、そこまで動画を上げることができませんでしたが、またね、今日から、頑張って上げていきたいと思いますので、まあ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということでね、まあ、水曜日に一応 J リーグあったものの、まあ、全チームやっていなかったため、土日のね、試合があると思いますので、注目してみていきたいと思います。ということで、ではまた。バイ。